6月22日水曜日、北西市民会館で介護予防セミナーが開催されました。これは、いなべ市社会福祉協議会が、体元気、幸せいっぱいをテーマに開く全6回の講座で、3回目となったこの日は、運動や体操の基礎知識として、まずは作業療法士の印田拓也さんが、腰痛についての知識や予防体操の紹介を行いました。多くの人が悩んでいる腰痛、一般的にぎっくり腰と呼ばれる急性腰痛や、痛みが3ヶ月以上続く慢性腰痛があります。慢性腰痛の原因は様々で、腰痛以外の障害や病気、心理的ストレスなどが関与するそうです。普段の姿勢など腰痛の原因を探り、症状に合った解決策を見つけることが必要と伝えていました。健康年齢は実年齢マイナス10歳、80なら体力は70歳を目指してくださいね。そして理学療法士の杉野由紀香さんが勧めるストレッチや軽い運動を体験しました。30秒経過。参加者の一人は、楽しく体を動かせました、ここだけでは効果が望めないので家でも継続しますと話していました。はい、1分です。続いて新聞紙を使った楽しい運動です。この片手で1回転させていく動作や、10秒間で丸めていくことが簡単そうに見えて意外と難しかったようです。社会福祉協議会の関係者は、上手にバランスよく体を動かすことが腰痛予防につながります、やるからには最低1ヶ月は続けてくださいと伝えていました。この介護予防セミナー、次回は8月24日水曜日に開催されます。詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。